加藤がいるぞ、加藤につながるか、加藤足が速い、加藤1対1、さあどうする、右足、加藤来た、エースが決めた、後半延長1分、2対1逆転、開幕戦で欲しかったゴールができ、ホーム開幕戦で逆転ゴールを挙げて見せました加藤純也。後半の21分、しかもサポーターに向かってのボール、右足蹴り込んでいきました、右のインステップ、しかもニアの上です、俊足飛ばして加藤、鳥取逆転。